エドガーアラン・ポーメールストロムの戦火自然における神の道は摂理におけると同様に我ら人間の道と異なっているまた我らの作る模型は広大震源であって計り知れない神の技には到底かなわない全く神の技は デモクリタスの井戸よりも深いジョーゼフ・クランビル私たちはその時ガガとしてそびえ立つ岩の頂上にたどり着いた四五分の間老人はヘトヘトに疲れ切って口もきけないようであったまだそんなに古いことではありません。と、 彼はとうとううし,した。そのころでしたら末の息子と同じくらいにらくらくとこの道をご案内できたのですがねそれが3年ほど前に私はどんな人間も会ったことのないようなたとえあったりしても生き残ってそれを話すことなんぞはとてもできないような 恐ろしい目にあってその時の6時間の死ぬような恐ろしさのために体も心もすっかり参ってしまったものでしてねあなたは私を随分老人だと思っていらっしゃるが本当はそうじゃないのですよたった1日もたたないうちに 真っ黒だった髪の毛がこんなに白くなり手足の力もなくなって神経が弱ってしまいましただから今ではほんのちょいとした仕事にも体がブルブル震えもののかげにもおびえるようなありさまですこんな小さい崖から見下ろしてもめまいがするんですからねその、 小さいさ崖の縁に彼は体の重みの半分以上も突き出るくらい無頓着に身を投げ出して休んでいてただ片肘をその滑らかな崖際にかけて落ちないようにしているだけなのであるがこの小さい崖というのは何の遮るものもない切り立った黒く光っている岩の絶壁であって私たちの下にある重なり合った岩の群れから ざっっと 1, 500, フィートもそびえ立っているるのであるどんなことがあろうと私などはその崖の端から6ヤード以内のところへ入る気がしなかったろう実際私は同行者のこの危険この上ない姿勢に全くどぎを抜かれてしまい地上にぴったりと腹ばいになって身の回りの陥木にしがみついたまま上を向いて空を仰ぐ元気さえなかった。 また吹きすさぶ風のために山が根から崩れそうだという考えを奮い落とそうと一生懸命に努めたがそれがなかなかできないのであったどうにか考え直して座って遠くを眺めるだけの勇気を出すまでにはだいぶ時間がかかったそんな弱い心持ちは追っ払ってしまわねばなりませんねと案内者が言った さっき申しましまたあの出来事の場所全体が一番よく見渡せるようにと思ってあなたをここへお連れしてきたのでちょうど目の下にその場所を見ながら一部始終のお話をしようというのですから私たちは今と彼はその特徴である詳しい話ぶりで話を続けた。 私たちは今ノルウェーの海岸に接して北緯68度広大なノルドランド州の寂しいロフォーデン地方にいるのです今そのてっぺんに座っているこの山はヘルゼッケン雲の山ですさあもう少し伸び上がってくださいめまいがするようでしたら草につかまってそうそんなふうに そして帯のようになっているもやのむこうのうみのほうをごらんなさいわたしはめまいがしそうになりながらもみたするとひろびろした太陽がみえるその水のいろはインクのようにくろいのですぐヌビアの地理学者のかいたマーレテネブラールムについてのきじゅつがおもいだされたこれいじょうに 痛ましくも荒涼としたパノラマはどんな人間の想像でも決して思い浮かべることができない右を見ても左を見ても目の届く限り恐ろしいくらいに黒い突き抜けた絶壁がこの世界の城壁のように長く連なっているその絶壁の陰鬱な感じは永遠に方向し豪郷しながら それにぶつかって白いものすごい波糖を高く上げている寄せ波みのために一層強くされているばかりであった私たちがその頂上に座っている岬にちょうど向き合って56マイルほど離れた沖に荒れ果てた小島が見えたもっとはっきり言えば果てしのない波糖の彼方にそれに取り囲まれてその位置が見分けられた それから約2マイルばかり陸に近いところにそれより小さな島がもう一つあった岩石で恐ろしくゴツゴツした不毛な島で一群の黒い岩がその周囲に点々として散在している海の様子はこの遠い方の島と海岸との間のところでは何かしらひどくなみなみでないところがあったこの時 疾風が非常に強く陸の方へ向かって吹いたので遠くの沖合の日本マストの帆船が2つのリーフを縮めたトライセールを張って停船ししかもなおその全船体をしきりに波間に没入していたがその島と海岸との間だけは規則的な波のうねりらしいものが全然なくただあらゆる方向に風に向かった方にもその他の方向と同じように 海水が短く急速に起こったように逆にほとばしっているだけであった泡は岩のすぐ近いところのほかにはほとんど見えないあの遠いほうの島はと老人はまた話し始めた「ノルウェー人がバルーと言っています」「真ん中の島はモスケーです」 それから1マイル北の方にあるのはアンバーレン向こうにあるのはイスレーゼンホットホルムケイルドヘルムスワルベンブックホルムもっと遠くのモスケーとバルーとの間にはオッテルホルムとフリーメントサンドフレーゼントストックホルムとがありますこれはみんな本当の地名なんですが 一体どうしてこういういちいち名をつける必要があったかということはあなたにも私にもわからないことです。そら、何か聞こえませんか水の様子に何か変わったことがあるのが分かりませんか私たちはヘルゼッゲンの頂上にもう10分ばかりいた。ここへ来るにはロフォーデンの奥の方からやってきたので。 途中では海がちっとも見えなくて絶頂に来て初めて海がパッと目の前に展開したのである老人がそう言った時に私はアメリカのプレアリーにおける柳生の大群の方向のようなだんだんと高まっていく壮像しい物音に気がついたと同時にまた目の下に見えていた船乗りたちのいわゆる狂い波が急速に 東の方へ流れる潮流に変わりつつあることに気がついたみるみるうちにこの潮流はすさまじく速くなった刻一刻と速さを増しせっかちな激しさを加えた5分もたつとバルーまでの海は一面に抑さえきれぬ狂乱土涛を巻き上げたが土涛の一番ひどくたけり狂っているのは モスケーと海岸との間であったそこでは広々とたたえている海水が避けて割れて無数の衝突し合う水路になったかと思うとたちまち苦しく痙攣し高まり湧き立ちざわめき巨大な無数の渦となって旋回し真っ逆さまに落下する急流のほかにはどこにも見られぬような速さで渦巻きながら。 突進しながら東の方へ流れてゆくそれからさらに45分たつとこの光景にまた一つの根本的な変化が起こった海面は一般にいくらか穏やかになり渦巻きは一つ一つ消えて不思議な泡の島が今までに何もなかったところに現れるようになったのだこの島はしまいにはずっと遠くの方まで広がってゆき 互いに結び合って、一旦静まった渦巻きの旋回運動を再び始めさらに巨大な渦巻きの方がを形作ろうとしているようであった突然全く突然にこれがはっきり定まった形をとり直径1マイル以上もある円をなしたその渦巻きの縁は白く光っているしぶきの幅の広い帯となっている。 しかしそのしぶきの一滴さえもこの恐ろしい上下の口の中へ落ち込まないその上下の内部は目の届く限り滑らかなキラキラ輝いている黒玉のように黒い水の壁であって水平線に対して約45度の角度で傾斜し揺らぎながら恐ろしい速さで目まぐるしくぐるぐる回り半ば強泣し半ば方向し かのやがらの大幕府が天に向かってあげる苦悶の声さえかなわないようなすさまじい声を風に向かってあげているのだ山はその根から打ち震え岩は揺れた私はぴったりとひれ伏して神経の激動のあまり少しばかりの草にしがみついた「これこそ!と」と私はやっと老人に言った これこそ、あのメールストロムの大渦巻きなんですね。時にはそうも言いますが、と彼は言った。私どもノルウェイ人は、あの真ん中にあるモスケー島の名を取って、モスケーストロムと言っております。この渦巻きについての普通の記述は、今目の前に見たこの光景に対して、少しも私に前もって覚悟をさせてくれなかった。 ヨナス・ラムスの記述はおそらくどれよりも一番詳しいものではあろうがこの光景の雄大さあるいは恐ろしさあるいは見る者のどぎもを抜くこの機関の心を奪うような感じのちょっとした概念をも伝えることができない私はこの筆者がどんな地点からまたどんな時刻にこの渦巻きを見たのかは知らないがそれは ヘルゼッゲンの頂上からでもなくまた嵐の吹いている間でもなかったに違いないしかし彼の記述の中にはその光景の印象を伝えるには大変効果は弱いがその詳しい点で引用しても良い数説がある彼はこう書いているロフォーデンとモスケーとの間においては水深 35km ないし 40km なり されど他の側においてはバルーに向かいてこの深さは次第に減り船舶の航行に不便にして静穏な天候の折にもしばしば岩礁のために難破するの危険があり満潮時には潮流は猛烈なる速度をもってロフォーデンとモスケーとの間を陸に向かって本流すされどその激烈なる大潮時の方向に至りては 最も恐ろしい皇々たる大幕府も及ぶところにあらずその響きは数リーグの陶器に達すしかしてその渦巻きすなわちくぼみは広くかつ深くしてもし船舶にしてその吸引力圏内に入る時は必ず吸い込まれ海底に運び去られて岩礁に打ち砕かれ水力ウるに及びその破片 再び水面に投げ出されるなり、しかれども各平穏なる感激は潮の緩慢の後退時にしかも天候静恩の日に見るのみにして15分間継続するに過ぎずその猛威は再び次第に加わる潮流最も猛烈にして暴風によってさらに凶暴を加うる時は 1> 1ノルウェーマイル以内に入ること危険なりこの県内に入らざるうちにそれに対して警戒するところなかりしため探偵海藻船船舶など多く海底に運び去られたり同様に芸軍のこの潮流の近くに来たりその激烈なる彗星に巻き込まれること少なからず逃れんとする虚なしき努力の中に共感し怒号する様は 筆の及ぶところにあらず。かつて一頭の熊露蜂殿よりモス慶に泳ぎ渡らんとして潮流に巻き込まれて押し流されそのものすごく奉公する声は遠く岸にも聞こえたるほどなりきモミ・マツなどの大なる幹潮流に飲まれたる後再び浮かび上がるや甚ははだしく折れ砕けてあたかも蘇我上に荒毛を生ぜるがごとく見う は明らかに渦巻きの底の我が,がたる岩石よりなりその間にこれらの木材のあちこちと墜転するものを示すものなりこの潮流は海底の干満によりて支配せらるすなわち常に6時間ごとに高潮となり落ち潮となる1645年セクサゼ島の早朝 そのごう狂乱ことに激しくために海辺なる家屋の石材すら地に崩落せり水深についてはどうして渦巻きのすぐ近くでこういうことが確かめられたか私には分からぬこの4 0キロというのはモスケーかあるいはロフォーデンかどちらかの岸に近い海峡の一部分にだけ当てはまることに違いない エス,ストロムの中心の深さはもっと大したものに違いなくこの事実の何よりの証拠はヘルゼッゲンの頂きの頑丈からこの渦巻きの震源を斜めに一見するだけで十分であるこの後方から眼下の方向するフレゲトーンを見下ろしながら私はクジラやクマの話をさも信じがたい事柄のように書いている善良なヨナス・ラムス先生の単純さに 微笑せずにはいられなかった。というのは現存の最大の戦闘艦でさえこの恐ろしい吸引力の及ぶ範囲内に来れば一辺の羽毛が台風に吹きまくられるように何の抵抗もできずにたちまちその姿をなくしてしまうことは実に分かりきったことに思われたからであるこの現象を説明しようとした記述はその中のある部分は 読んでいる時には十分もっともらしく思われたようだったが今ではひどく異なった不満足なものになった一般に信じられている考えではこの渦巻きはペロー諸島の間にある3つのこれより小さな渦巻きと同様にその原因満潮および干潮に際して凋落する波頭が岩石および暗礁の量に激して互いに衝突するためにほかならず 海水はその岩石暗礁にせき止められて幕府のごとく急暇すかくて潮の上ること高ければその落下はますます深かるべくこれらの当然の結果として戦火すなわち渦巻きを生じその巨大なる吸引力はより小なる実験によりても十分汁をうべしというのである以上はエンサイクロピーディア ブリタニカの記すところであるキルヘルやその他の人々はメールストロムの海峡の中心には地球を貫いてどこか非常に遠いところ以前はボスニア湾がかなり断定的に挙げられたえ出ている深淵があると想像しているこの意見は本来は何の根拠もないものではあるが目の当たり眺めた時には私の想像力がすぐなるほどと思ったものであった そしてそれを案内者に話すと彼はこのことはノルウェー人のほとんどが皆抱いている見方ではあるが自分はそう思っていないと言ったので私はちょっと意外に思ったしかしこの見方については彼は自分の力では理解することができないということを告白したがその点では私は全く同感であったなぜなら 理論上ではどんなに決定的なものがあってもこの深淵の雷のような轟きの中にあってはそれは全く不可解な馬鹿げたものとさえなってしまうからであるもう渦巻きは十分ご覧になったでしょうと老人は言ったそこでこの岩を回って風の当たらぬ影へ行き水の轟々の弱くなるところで話をしましょう それをお聞きになれば私がモスケーストロムについていくらか知っているはずだということがお分かりになるでしょう老人の行ったところへ行くと彼は話し始めた私と二人の兄弟とは元70トン積みばかりのスクーナー星の旅船を一層持っていてそれでいつもモスケーの向こうの バルーに近い島々の間で漁をすることにしておりました全て海でひどい渦を巻いているところはやってみる元気さえあるなら時期の良い時にはなかなかいい漁があるものですがロホーデンの漁師全体の中で私ども3人だけが今申し上げたようにその島々へ出かけて行くのを決まった仕事にしていたものなのでした 普通の旅情はそれからずっと南の方へ下ったところです。そこではいつでも大した危険もなく魚が取れるので誰でもその場所の方へ行きます。だがこの岩の間の襟抜きの場所は上等な種類の魚が取れるばかりではなく数もずっとたくさんなので私どもはよく同じ商売の臆病な連中が 1一週間かかってもかき集めることのできないくらいの魚をたった1日でとったものでした。実際私どもは命がけの山仕事をしていたので骨を折る代わりに命を懸け勇気を元手にしていたというわけですね。私どもは船を、 ここから海岸に沿うて5マイルほど上へ行ったところの入り江につないでおきましたそして天気のよい日に15分間のよどみを利用してモスケーストロムの本海峡を横切って縁のずっと上手に突き進み渦がよそほど激しくないオッテルホルムやサンドフレーゼンの近くへ下っていって怒りを下ろすことにしていましたそこでいつも 次のよどみに近いところまでいてそれから怒りをあげて帰りました。行くにも帰るにも確かな横風がないと決して出かけませんでした。着くまでは大丈夫やまないと思えるようなやつですね。そしてこの点で私どもはめったに見込み違いをしたことはありませんでした。6年間に2度 全く無風のために一晩中怒りをおろしたままでいなければならないことがありましたがそんなことはこの辺では全くまれなことなのですそれから一度は私どもが旅情へ着いて間もなく早てが吹き起こって帰ることなどは思いもよらないくらいに海峡がひどく大荒れになったために 1一週間近くも漁場にとどまっていなければならなくて飢え死にしようとしたことがありましたあの時はもし私どもがあの無数の逆潮流今日はここにあると思うと明日はなくなっているあの逆潮流の一つの中へうまく流れ込まなかったとしたら何しろ渦潮が猛烈に荒れて船がぐるぐる回されるので とうとう怒りをもつらせてそれを引きずったようなありさまでしたからどんなに手を尽くしても沖へ流されてしまったでしょうがその逆潮流が私どもをフリーメンのしもの方へ押し流しそこで運よく闘病することができたのでした私どもが旅情で会った難儀はその二十分の一もお話できません 何しろそこは天気の良い時でも嫌な場所なんです。だが私どもはどうにかこうにかいつも大したこともなくモスケーストロムのここを通り抜けていました。それでも時々よどみに一分ほど遅れたり早すぎたりした時には肝っ玉がひっくり返ったものですよ。また時によると 出版する時の風が思ったほど強くなくて望みどおりに進むことができずそのうちに潮流のために船が自由にならなくなるようなこともありました兄には18になる息子がありましたし私にも丈夫なやつが2人ありましたこの連中がそんな時にいれば王海をこぐのにも後で魚を取る時にも よほど助けになったでしょうが、どうしたものか、自分たちはそんな冒険をしていても、若い連中をその危険な仕事の中へ引き入れようという気はありませんでした。なんといっても、結局、恐ろしい危険なことでしたからね。もう5、6日もたてば、私が今からお話ししようとしていることが起こってから、 ち1800年の7月18日のことでしたその日のことをこの地方のものは決して忘れますまいというのは開脈以来吹いたことのないような実に恐ろしい台風の吹き荒れた日ですからだが午前中いっぱい それから午後も遅くまでずっと穏やかな西南の微風が吹いていて日が照り輝いていたので私どもの間でも一番年寄りの経験のある船乗りでさえその後に続いて起こることを見通すことができなかったくらいです私ども3人2人の兄弟と私は午後の2時ごろ例の島の方へ渡って間もなく 見事な魚をほとんど船いっぱいに摘みましたがその日はそれまでに一度もなかったほどたくさんとれたと3人とも話し合いましたいよいよ怒りを上げて帰りかけかたのは私の時計でちょうど7時ストロムで一番の難所をよどみの時に通り抜けようというのですそれは8時だということが私どもには分かっているのでした 私どもは右舷後方に爽やかな風を受けて出かけしばらくはすばらしい速力で水を切って進み危険なことがあろうなどとは夢にも思いませんでした実際そんなことを懸念する理由は少しもなかったのですからところがたちまちヘルゼッゲンの峰越しに吹き下ろす風のために船は裏穂になってしまいました こういうことは全くただならぬ。それまでに私どものあったことのないようなことなので、はっきりなぜということもわかりませんが、なんとなしに私はちょっと不安を感じ始めました。私どもは船を爪開きにしましたが、少しも渦を乗り切って進むことができません。で私が、 もとの停泊所へ戻ろうかということを言い出そうとしたその途端、友の方を見ると実に驚くべき速さでムクムクと湧き上がる奇妙な銅色をした雲が水平線をすっかり覆っているのに気がついたのですそのうちに今まで向かい風であった風がばったり落ちて全くないでしまい船はあっちこっちと漂いました しかしこの状態は私どもがそれについて何か考える暇があるほど長くは続きませんでした1分とたたないうちに嵐が襲ってきました2分とたたないうちに空はすっかり雲で覆われましたそしてその雲と飛びかかるしぶきとのためにたちまち船の中でお互いの姿を見ることもできないくらい たりが暗くなってししままいましたその時吹いたような台風のことをお話ししようとするのは愚かなことです。ノルウェー中で一番年寄りの船乗りだってあれほどのにはあったことはありますまい。私どもはその台風がすっかり襲ってこないうちに穂砂を緩めておきましたが最初の一吹きで日本のマストは のこぎりで引ききったように折れて海へ飛ばされましたそのメインマストの方は弟が用心のために体を祝えていたのですがそれと一緒にさらわれてしまったのです私どもの船は今まで水に浮かんだ船の中でも一番軽い羽のようなものでしたそれはすっかり平行板が張ってあり 先の近くに小さなハッチが一つあるだけでこのハッチはストロムを渡ろうとする時には例の狂い波の海に対する用心として閉めておくのが習慣になっていましたこうしてなかったらすぐにでも浸水して沈没したでしょうというのはしばらくの間は船は全く水に潜っていたからです どうして兄が助かったのか私には分かりません。確かめる機会もなかったものですから私はと言いますとフォアマストの穂綱を緩めるとすぐ甲板の上へぴったりと腹ばいになって両足は軸の狭い上べりにしっかり踏ん張り両手ではフォアマストの根元の近くにあるリングボールドをつかんでいました。それは確かに、 私のできることとしては最上の方法でしたがこんなふうに私をさせたのは全くただの本能でしたというのはひどくうろたえていてものを考えるなんてことはとてもできなかったのですからしばらくの間は今申しましたとおり船は全く水につかっていましたがその間私はずっと息をこらえてボールドにしがみついていました それがもう辛抱できなくなると手はなおも離さずにひざをついて体を上げ首を水の上へ出しましたやがて私どもの小さな船はちょうど犬が水から出てきた時にするようにブルブルっと一とふるいして海水をいくらかふるい落としましたそれから私は気が遠くなっていたのを取り直して意識をはっきりさせて どうしたらいいか考えようとしていた時に誰かが自分の胸をつかむのを感じましたそれは兄だったのです兄が波にさらわれたものと思い込んでいたものですから私の心は喜びで飛び立ちましたが次の瞬間この喜びはたちまち一変して恐怖となりました 兄が私の耳元に口を寄せてひと言、モスケーストロムだと叫んだからです。その時の私の心持ちがどんなものだったかは誰にも決してわかりますまい。私はまるで猛烈な怒りの発作に襲われたように頭のてっぺんから足のつま先までガタガタ震えました。私には、 兄がその一言で言おうとしたことが十分よくわかりました。兄が私に知らせようとしたことがよくわかりました。船に今吹きつけている風のために、私たちはストロムの渦巻きの方へ押し流されることになっているのです。そして、もうどんなことも私たちを救うことができないのです。 ストロムの海峡を渡るときには、いつでも、たとえどんなに天気の穏やかなときでも、渦巻きのずっと上手の方へ行って、それからよどみのときを注意深く伺って待っていなければならない、ということはお話ししましたね。ところが今、私たちはその縁の方へまっしぐらに押し流されているのです。しかも、このような台風の中を、 と私たちはちょうどよどみの自分にあそこへ着くことになろうとすると多少は望みがあるわけだと私は考えましたしかし次の瞬間には少しでも望みなどを夢見るなんてなんという大バカ者だろうと自分を呪いましたもし 私どもの船が90門の大砲を積載している軍艦の10倍もあったとしてももう破滅の運命が決まっているのだということがよく分かったのですこのころまでには嵐の最初の激しさは衰えていましたあるいは多分追い風で走っていたのでそんなに強く感じなかったのかもしれませんがとにかく 今まで風のために平らに押さえつけられて泡立っていた波は今ではまるで山のように盛り上がってきましたまた空にも不思議な変化が起こっていました辺りはまだやはりどちらも一面に真っ黒でしたが頭上辺りに突然丸い雲の切れ目ができて澄み切った空が現れました これまで見たことのないほど澄み切った明るく濃い青色の空です。そしてそこから私のそれまで一度も見たことのないような光を帯びた満月が輝き出したのです。その月は私どもの周りにあるものを皆実にはっきりと照らしました。がおお なんという光景を照らし出したことでしょう私はその時一二度兄に話しかけようとしましたがどうしたわけかわかりませんがやかましい物音が非常に高くて耳元で声を限りに叫んだのですけれども一言も兄に聞こえるようにはできませんでしたやがて兄は死人のように真っ青な顔をして頭を振り 聞いてみろとでも言うようなふうに指を1本あげましたはじめはそれがどういう意味かわかりませんでしたが間もなく恐ろしい考えが頭にひらめきました私はズボンの時計隠しから時計を引っ張り出しましたそれは止まっています私は、 月の光でその文字面をちらりと眺め、それからその時計を遠く海の中へ放り投げて、わっと泣き出しました。時計は、ぜんまいが溶けてしまって、七時で止まっていたのです。私どもは、よどみの時刻に遅れたのです。そして、 ストロムの渦巻きは荒れ狂っている真っ最中なのです船というものは丈夫にできていてきちんと手入れがしてあり積み荷が重くなれば追い風に走っている時は疾風の時の波でも必ず船の下を滑って行くように思われるものです海になれない人には非常に不思議に思われることですがこれは海の言葉では 波に乗ると言っていることなのです。でそれまで私どもの船は非常にうまくうねり波に乗ってきたのですがやがて恐ろしく大きな波がちょうどカウンターの下のところにぶつかって船をぐーっと持ち上げました。高く天にも届かんばかりに波というものがあんなに高く上がるものだということは。 それまではしじじようとしたって信じられなかったでしょう。それから今度は下の方へ傾き滑りずっと落ちるのでちょうど夢の中で高い山の山頂から落ちるときのように気持ちが悪くめまいがしました。しかし船が高く上がったときに私は辺りをちらりと一目見渡しました。 そひと目だけで十分でした私は一瞬間で自分たちの正確な位置を見て取りましたモス・ケーストロムの渦巻きは真正面の4分の1マイルばかりのところにあるのですがあなたが今ご覧になった渦巻きが水車を回す流れと違っているくらいに毎日のモス・ケーストロムとはまるで違っているのです もし私がどこにいるのか、そしてどうなるのかということを知らなかったら、その場所がどんなところか全然わからなかったことでしょう。ところが、知っていたものですから、恐ろしさのために私は思わず目を閉じました。まぶたがけいれんでも起こしたように、ぴったりとくっついたのです。 それから2分とたたない頃に急に波が静まったような気がして一面に泡に包まれました船は左舷へぐいっと半ば回りそれからその新たな方向へ稲妻のように突き進みました同時に水のとどろく音は鋭い叫び声のような。 ちょうどイクという蒸気窯がその放水管から一気に蒸気を出したと思われるような物音に全く消されてしまいました船は今渦巻きの周りにはいつもあるあの寄せ並みの帯の中にいるのですそして無論次の瞬間には震源の中へ突き込まれるのだと私は考えました その深淵の下の方は驚くべき速さで船が走っているのでぼんやりとしか見えませんでしたがしかし船は少しも水の中へ沈みそうではなく気泡のように波の上をかすり飛ぶように思われるのですその右弦は渦巻きに近く左弦には今通ってきた大海原が盛り上がっていましたそれは 私たちと水平線との間に巨大なのたうち回る壁のようにそびえ立っているのです奇妙なように思われるでしょうがこうしていよいよ渦巻きのあごにのまれかかりますと渦巻きにただ近づいている時よりもかえって気が落ち着くのを感じましたもう助かる望みがないと心を決めてしまったので。 はじめ私の元気をすっかりなくしたあの恐怖の念が大部分なくなったのです絶望が神経を張り締めてくれたのでしょうかね空いばりするように見えるかもしれませんが全く本当の話なんです私はこうして死ぬのは何というすばらしいことだろうそして 神様の道からのこんな驚くべき次元のことを思うと自分一個の命などという取るにも足らぬことを考えるのは何という馬鹿げたことだろうと考え始めましたこの考えが心に浮かんだ時確か恥ずかしさで顔を赤からめたと思いますしばらくたつと渦巻きそのものについての鋭い好奇心が 強く心の中に起こってきました私は自分の命を犠牲にしようともその底を探ってみたいという願いをはっきりと感じましたただ私の一番大きな悲しみは他にいる古くからの仲間たちにこれから自分の見る神秘を話してやることができまいということでした こういう考えはこんな気球な境遇にある人間の心に起こるものとしては確かに奇妙な考えですそしてその後よく考えることですが船が縁の周りをぐるぐる回るので私は少々頭が変になっていたのではなかろうかと思いますよ心の落ち着きを取り戻すようになった事情はもう一つありましたそれは 風の止んだことです風は私どものいるところまで吹いてくることができないのです。というわけはさっきご覧になったとおり寄せ波の帯は海面よりかなり低いのでその海面は今では高く黒い山の背のようになって私どもの上にそびえていたのですからもしあなたが海でひどい疾風にお会いになったことがないなら。 あの風としぶきとが一緒になってどんなに人の心をかき乱すものかということはとてもご想像ができません。あれにやられると目が見えなくなり耳も聞こえず首が絞められるようになり何かしたり考えたりする力がまるでなくなるものです。しかし私どもは今ではもうその苦しみをよほど免れていました。 ちょうど牢獄にいる死刑を宣告された重罪人が、判決のまだ定まらない間は禁じられていた、多少の寛大な待遇を許される、といったようなものですね。この寄せ波の帯を何回ほど回ったかということはわかりません。流れるというより、むしろ飛ぶように、だんだんに波の真ん中へより、 それからまたその恐ろしい内側の縁のところへだんだん近づきながら多分1時間もぐるぐると走り回りましたこの間じゅうずっと私は決してリングボールドを離しませんでした兄は友の方にいて船尾張り出し部の籠の下にしっかり結びつけてあった小さな空になった水だるにつかまっていました それは甲板にあるもので、疾風が最初に襲ってきたとき、海の中へ吹き飛ばされなかったただ一つのものです。船が深淵の縁へ近づいてきたとき、兄は捕まっていたその樽から手を離し、リングの方へやってきて、恐怖のあまり、私の手をリングから引き離そうとしました。そのリングは、 二人とも安全に捕まっていられるくらい大きくはないのです。私は兄がこんなことをしようとするのを見たときほど悲しい思いをしたことはありません。兄はそのとき正気を失っていたのだ。あまりの恐ろしさのため乱暴な狂人になっていたのだ。とは承知していましたが。しかし私は、 その場所を兄と争おうとは思いませんでした私ども2人のどちらが捕まったところで何の違いもないことを知っていましたので私は兄にボールドを持たせて友の樽の方へ行きましたそうするのは別に大して難しいことではありませんでしたそして水平になったままぐるぐる飛ぶように回っていて ただ渦巻きが激しくうねり沸き立っているために前後に揺れるだけでしたからその新しい位置にうまく落ち着いたかと思うと船は右玄の方へぐっと傾き震源をめがけてまっしぐらに突き進みました私は慌ただしい神様への祈りを口にしもういよいよ おししままいいだなと思いました。胸が悪くなるようにスーっと下へ落ちてゆくのを感じた時私は本能的に樽につかまっている手を固くし目を閉じました何秒かというものは思い切って目を分けることができなくて今死ぬか今死ぬかと待ち構えながらまだ水の中で断末魔のもがきをやらないのを 不審に思っていましたしかし時は刻々と立って行きます私はやはり生きているのです落ちてゆく感じがやみましたそして船の運動は泡の帯のところにいた時と同じようになったように思われましたただ違うのは 船が前よりも一層傾いていることだけです私は勇気を出してもう一度辺りのありさを見渡しました自分の周りを眺めた時のあの幾と恐怖と胆微との感じを私は決して忘れることはありますまい船は円周の広々とした 深さも巨大な譲歩の内側の表面にまるで魔法にでもかかったように中ほどにかかっているように見えその譲歩の全くなめらかな面は目がくらむほどぐるぐる回っていなかったならそしてまた満月の光を反射してひらめくものすごい輝きを発していなかったら黒炭とも見まがうほどでした。そして月の光は さっきお話ししました雲の間の丸い切れ目から黒い水の壁に沿うてみなぎりあふれる金色の輝きとなって流れ出しずっと下の深淵の一番深い奥底までもさしているのです初めはあまり心が乱れていたので何も正確に目に留めることはできませんでした 突然目の前に現れた恐るべき荘厳が私の見た全てでしたしかしいくらか心が落ち着いた時私の視線は本能的に下の方へ向きました船が縁の傾斜した表面にかかっているのでその方向は何の遮るものもなく見えるのです船は全く水平になっていました というのは、船の甲板が水面と平行になっていたということです。が、その水面が45五度以上の角度で傾斜しているので、私どもは横ざまになっているのです。しかし、こんな位置にありながら、全く平らな面にいると同じように、手がかりや足がかりを保っているのが難しくないことに、気がつかずにはいられませんでした。 これは船の回転している速さのためであったろうと思います。月の光は？深い渦巻きの底までも差しているようでした。しかし、それでもそこのあらゆるものを立ち込めている濃い霧のために、何もはっきりと見分けることができませんでした。その霧の上には？ マホメット京都が現世から英語の国へ行く唯一の通路だというあの狭いゆらゆらする橋のような壮麗な虹がかかっていましたこの霧あるいはしぶきは疑いもなく上後の大きな水壁がそこであって互いに衝突するために生ずるものでしたが その霧の中から天に向かって湧き上がる大恐慣はお話ししようとしたってとてもできるものではありません上の方の泡の帯のところから最初に深淵の中へ滑り込んだ時は斜面をよほど下の方へ降りましたがそれから後はその割合では降りてゆきませんでしたぐるぐる回りながら船は走りますが 一様な速さではなく目まぐるしく揺れたり飛び上がったりしてある時はたった200300ヤードまたある時は渦巻きの周囲をほとんど完全に一周したりします1回転ごとに船が下に降りてゆくのは急ではありませんでしたがはっきりと感じられましたこうして、 船の運ばれてゆくこの広々とした流れる黒炭の上で自分の周りを見渡していますと渦に巻き込まれるのが私どもの船だけでないことに気がつきました上の方にも下の方にも船の破片や建築用材の大きな塊や樹木の幹やその他家具の再編や壊れた箱や樽や 桶板ななどののの小ささものがたくさん見えるのです。私は前に不自然なくらいの好奇心が最初の恐怖の念にとって変わっていたことを申しましたねその好奇心は恐ろしい破滅にだんだん近づくにつれていよいよ増してくるのです私は奇妙な関心を持って 私どもと仲間になって流れている無数のものを見守り始めましたどうも気が変になっていたに違いありませんそのいろいろのものが下の泡の方へ降りていく速度を比較することに興味を求めさえしたのですからふと気が付くとある時はこんなことを言っているのですきっとあのモミの木が今度 あの恐ろしい底へ飛び込んで見えなくなるだろうなところがオランダ商船の難破したのがそれを追い越して先に沈んでしまったのでがっかりしましたこのような種類の推測を何遍もやりそしてみんな間違ったあげくこの事実私が必ず見込み違いをしたというその事実が私に あるひとつつの考えを思いつかせ、そのために手足は再びブルブル震え心臓はもう一度ドキンドキンと強く打ちましたこのように私の心を動かしたのは新たな恐怖ではなくて前よりも一層心を奮い立たせる希望の光がさしてきたことなのですこの希望は一部分は過去の記憶から ままたたた。一部分は現在のの観察から生まれてきたのでした私はモスケーストロムに飲み込まれそれからまた投げ出されてロフォーデンの海岸に撒き散らされたいろいろな漂流物を思い浮かべましたその中の大部分のものは実にひどく打ち砕かれていましたトゲがいっぱいに突き立っているように見えるくらいすりむかれてザラザラになっていました が私はまたその中には少しも傷んでいないものもあったことをはっきり思い出しましたそこでこの相違はザラザラになった破片だけが完全に飲み込まれたものでありその他のものは潮時を大分遅れて渦巻きに入ったかあるいは何かの理由で入ってからゆっくりと降りたためにそこまで達しないうちに 番長あるいは干潮の変わり目が来てしまったのだ。と思うよりほかに説明ができませんでした。どちらにしろこれらのものが早い時刻に巻き込まれたりあるいは急速に吸い込まれたりしたものの運命に合わずこうして再び太陽の表面に巻き上げられることはありそうだ。と考えました。 私はまた三つの重要な観察をしました。第一は、一般に物体が大きければ大きいほど下へ降りる速さが速いこと。第二は、球形のものとその他の形のものとでは同じ大きさでも下降の速さは球形のものが大であること。第三は、円筒形のものとその他の形のものとでは 同じ大きさでも円筒形がずっと遅く吸い込まれていくということです私は助かってからこのことについてこの地方の学校の年寄りの先生と何度も話したことがありますが円筒形だの球形だのという言葉を使うことはその先生から教わったのですその先生は私の観察したことが 実際水に浮いている破片の形から来る自然の結果だということを説明してくれましたその説明は忘れてしまいましたがそしてまたどういうわけで渦巻きの中を走っている円筒形のものが他のの全ての形をした同じ容石の物体よりも渦巻きの吸引力に強く抵抗しそれらよりも引き込まれにくいかということを私に聞かせてくれたのです このような観察を裏付けさらにそれを実地に利用したいと私に思わせた驚くべき事実が一つありましたそれは渦巻きをぐるぐる回るたびに船は樽やその他船のほげたやマストのようなもののそばを通るのですがそういうような多くのものが私が初めてこの渦巻きの不思議な眺めに目を開いた時には 同じ高さにあったのが今ではずっと私どもの上の方にあり元の位置からちょっとしか動いていないらしいということなのですもう私はなすべきことをためらってはいませんでした現につかまっている水だるにしっかりと身を結びつけそれを船尾張り出し部から切り離して 水の中へ飛び込もうと心を決めたのです。私は合図をして兄の注意を引き、そばに流れてきた樽を指さし、私のしようとしていることを分からせるために自分の力でできる限りのことをしました。とうとう兄には、私の計画が分かったものと思われました。が、本当に分かったのか。 それとも分かかか。らなかったのか兄は絶望的に首を振りリングボールドにつかまっている自分の位置から離れることを承知しないのです兄の心を動かすことはできないことですしそれに気球の際で一刻もぐずぐずしていられないので私はつらい思いをしながら兄を彼の運命に任せ り出し部に結びつけてあった縛り縄で体を樽にしっかり縛りその上もう一刻もためらわずに樽と共に海の中へ飛び込みましたその結果はまさに私の望んでいたとおりでした今この話をしているのが私自身ですし私が無事に助かってしまったことはご覧のとおりですし また助かった方法ももうはやご承知でこの上私の言おうとすることはみんなお分かりのことでしょうから話を急いで切り上げましょう私が船を飛び出してから1時間ばかりもたった頃船は私よりずっと下の方へ降りてから34回続けざまに猛烈な回転をして愛する兄を乗せたまま 下の混沌とした湧き立つ泡の中へ永久に真っ逆さまに落ち込んでしまいました私の体を縛りつけた樽が渦巻きの底と船から飛び込んだところとの中間くらいのところまで沈んだ頃に渦巻きの様子に大きな変化が起こりました広大な上下の側面の傾斜が刻一刻とだんだん険しくなってきます 渦巻きの回転もだんだん勢いが弱くなります。やがて泡や虹が消え、渦巻きの底がゆるゆると高まってくるように思われました。空は晴れ、風はとっくに落ち、満月は輝きながら西の方へ沈みかけていました。そして私はロフォーデンの海岸のすっかり見えるモスケーストロムの縁が さっきまであったところの紙手で太陽の表面に浮かび上がっているのでしたよどみの時刻なのですが海はまだ台風の名残で山のように波を上げていました私はストロムの海峡の中へ猛烈に巻き込まれ海岸に沿うて数分のうちに漁師たちの漁場へ押し流されましたそこで 1一艘の船が私を拾い上げてくれました疲労のためにぐったりと弱り果てているそしてもう危険がなくなったとなるとその恐ろしさの思い出のために口もきけなくなっている私を船に引き上げてくれた人たちは古くからの仲間や毎日顔を合わせている連中でしたがちょうど あの世からやってきた人間のように誰一人私を見分けることができませんでしたその前の日まではカラスのように真っ黒だった髪の毛はご覧のとおりに白くなっていましたみんなは私の顔つきまですっかり変わってしまったといいます私はみんなにこの話をしました が、誰も本当にしませんでした。今それをあなたにお話ししたのですが人の言うことをちゃかしてしまうあのロフォーデンの漁師たち以上にあなたがそれを信じてくださろうとはどうも私にはあまり思えないんですがね。